はい、皆さん、こんにちは。ズヒコです。それでは今回なんですけども、最大5000円相当、ペイペイ送金キャンペーン注意点とおまけ付きということで、今回は昨日から開催中のペイペイのリレーキャンペーンの注意点と、そしてそのおまけ付きということでお伝えしていこうと思います。それではまずおさらいなんですけども、僕の前回の動画ではリレーキャンペーンについてしかお伝えしてませんでしたが、まあ念のためリレーキャンペーンとペイペイ残高ももらえちゃうキャンペーンについておさらいしていこうと思います。まずこのリレーキャンペーンなんですけども、ペイペイを使ってペイペイ残高を送金したらリレーウォレットが付与されて、そこから LINE で友達に伝えたり、Twitter でシェアしたりする流れですね。まあそのリレーキャンペーンを続けてリレーウォレットが0円になるまで続けるということですね。そして一人上限は最大2500円相当までとなっています。そして残高がもらえちゃうキャンペーンについてですけども、残高を送るだけで、まあ、参加できるキャンペーンということで、 PayPay の送金機能を使って100円以上の送付をして1回で10円から1000円相当まで当たって、上限として最大2500円相当が付与されるというキャンペーンですね。で、僕も実際にどちらもやってみて一つ気になったことがありまして、まあ現在リレーウォレットや、まあ残高もらえちゃうキャンペーンについて、結構ツイッターとかでシェアされることがめちゃめちゃ多くてですね、まあリレーウォレットについては誰かがシェアすればすぐになくなっちゃうというとんでもない盛り上がりを見せています。で、そしてちょくちょく見かけるのが、まあ残高を遅れちゃうキャンペーンについてなんですけども、送金しても戻ってこなかった。挙句の果てにはツイッターでブロックされましたということを見かけたので、もしツイッターなど SNS から残高を送る際は注意がかなり必要だなと思いました。まあ知ってる方同士であれば全然問題ないんですけども、もしそのような募集など見かけた際はもう自己責任になるのでお気をつけください。そして最後にお題にもあったようにおまけ付きということでしたが、もう僕のリレーウォレットがですね、まだ1730円だけ残ってるリンクが一つあるので、こちらを動画のコメント欄に貼ります。で、金額はお気持ち程度なんですけども、まだ上限に達してない方がいましたらお役に立てれればと思います。リンクを貼る日にちと時間なんですけども、あえて本日にしたいと思います。7月9日の23時に動画のコメント欄にリレーウォレットのリンクを貼ります。で、完全に早い者勝ちですのでお気をつけください。ちなみにツイッターでシェアをしたらもうすぐになくなっちゃうので、これは僕のチャンネルを見てくれてる視聴者さん限定となります。繰り返します。リンクを貼るのは本日の7月9日23時となっています。ちなみに今からお伝えすることはちょっとまだわかんない状況なんですけども、もしキャンペーンがまだ続いている状況で僕の他のリレーウォレットが余ったりすれば、どこかのタイミングでペイペイの動画とは全然関係ない動画でもしかしたらシェアをするかもしれませんので、その時見ていた視聴者さんがラッキーな場合もあるかもしれませんけど、これに関してはリンクがない場合もあるので、あくまでも可能性のお話なので今のところはまだわかりません。その時はちょっとした宝探し感覚で楽しんでいただければと思います。ということで今回の動画は以上です。それではまた本日の7月9日23時のこの動画のコメント欄をぜひですねチェックしてみてください。ということでご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。